どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回なんですけども、幻想やっていきましょう。幻想ね、遊戯王アークファイブっていうアニメで、あのゆずちゃんっていう女の子ヒロインがね、すごい可愛いんですよ。遊戯王の、キャラクターの中で一番可愛いんじゃないかなって言われてるゆずちゃんが使っている、デッキのカテゴリーなんですけどもね、あの人のあれなんですよ、ピーチ姫なんですよ。知ってますか、あのゆずちゃんってね、すぐ事件に巻き込まれがちっていう、巻き込まれやすい体質になってるんですね、あの人。なんかすぐ誘拐されるんですよ、あの人。ピーチ姫って言われていて、またの名探偵コナン、その結構なんか現れるところ現れるところすぐ事件起こるっていう、若干その名探偵コナンばりの、実力を持っている女の子なんですが、その女の子が使っているデッキです、幻想で。どういうデッキかっていうと、OCG の方では耐性を結構付与して、戦闘破壊耐性、高画家耐性を付与して、戦っていくっていうデッキになってるんですが、デュエルリンクスはですね、ちょっと舐められてるんで、運営から若干舐められてるんで、あの歯抜け実装されるわけですね。基本的にはなんか中田秀俊がいない日本代表みたいな、中村俊輔がいない日本代表みたいな感じで、なんか歯抜け実装でございまして、今回幻想を弱点、まずですね、魔法罠除去できません。モンスター除去できません。メインギミックでこれ聞いただけで弱いですよね、非常にどうやって勝つのという話なんですけども、魔法罠除去は、とかモンスター除去はもう完全に魔法トラップに頼ります。魔法トラップ、汎用魔法トラップに頼りまして、でじゃあ何ができんのよと、幻想は墓地除外ができます。まずそこそ強いですね、これだけは。マインスタリン・シューベルトさん、フリーチェーンで、墓地をお互いの墓地のカード3枚まで選択して除外できますよと、表側表示で存在する限り一度だけっていうね、あの効果なんですけど、で、墓地を除外できるんで、結構その打点使とか、ちょっと高校だと微妙だけど、先行とか取れると打点使とかにも結構戦えるようになるし、あとレッドアイスはもうあのギアフリードを装備しようとしたらなんかこう除外したりとか、ガーディアンの力とか辛いけどね、普通に。そういうことができたりとか結構するんですよね。で、刺さるデッキには、刺さるかなっていう、そんな感じの、デッキになってまして。で、エースモンスターがシューベルトとかなんで、こいつはひたすらに無限に立てて戦っていくみたいな、そういう感じのデッキになってまして。で、融合内蔵モンスターがいて、それがソプラノですね。融合樹荫生物みたいな感じで。他の幻想と自分を巻き込んで融合できますよっていう感じですね。なんか自分で、セルフ目隠しをしている女の子なんですけども、ソプラノさんの効果で融合していく。でね、融合の使い手とか使ってる人いると思うんですけど、あれ弱いっす。あれね、やめた方がいいと思いますよ。そんなことしたらね、負けると思う。なんでかっていうと、アドバンテージ損じゃないですか。融合を使ってやってるような融合は、ペオだから融合してるような融合は。でこのデッキってアドバンテージ稼ぐ方法そんなのいっぱいないんですよ。ソプラノが特殊召喚に成功した時に墓地の幻想モンスターを回収できるよっていう効果持ってるんで、一応これでアドバンテージ稼げますけど、これ初手で先行初手で打てる効果じゃないんですよね、基本的には。だから手札融合してると結局3枚消費してるんで、そんなアドバンテージを損して融合してるようではこのデッキ勝ってないんですよ。なんでかっていうと、さっきから言ってるように魔法罠除去もモンスター除去もないんですよ。だからなんとか汎用魔法罠で守ってあげて、でシューベルトで殴り続けるっていう感じですね。そういうデッキの方がまだいいかなっていう思います。で、他に幻想がいる場合に、ソナタ特殊召喚できるっていうのと、あとこのソナタは、導き手フレイヤーみたいな効果持ってて、天使族の打点が500、攻守500ずつ上がるよっていう効果持ってます。で戦闘を破壊されると、リクルートできるソロが結構強いんで、この辺のモンスターが結構ね、キーになってくるかなみたいなところですかね。で一応バランスにしていて、この毒草これモンスターがフィールドにいないと、レベル4以下の幻想を特殊ができるんですよ、デッキから。だ結構強くて、手札ができからなんですよね。結構強いんで、このカードとあと幻想モンスターを引いて、融合していく2枚コンボなんでね、ソプラノの融合が。であとは、コズミックサイクルはバック除去していくのと、狡猾を結構除外できるんですよ、シューベルトの効果で。そうすると狡猾をもう1回使えるとかも結構あるんで、これには相性がいいかなと思ってます。
であとは、特殊召喚に成功するとこう墓地のカード回収してまた融合したりできるんで、いつの結晶結構相性がいいよっていうのと、あとはもうガンメタ環境を召喚獣とか打天使に勝てるようにバランスなんでね、初手に引き込むっていうのは結構まあ割とできるかなと思うんで、この辺のカードを入れているっていう、そんな感じです。早速ね、幻想の戦い方をご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、まあ、打天使ですかね、打天使さん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。幻想の、じゃあ独創の第一楽章を発動。俺はフィールド上に幻想の乙女そなたをデッキより特殊召喚していくぜ。そしてソプラノ攻撃表示召喚、ソプラノ効果発動、まあ、これ融合呪因生物なんで、ソプラノとソナタさんで合体して女子会を開き、シーブと特殊召喚していく。カードを1枚セット、もう1枚セット、ターン終了だ。これ先行で打天使取れると結構シーベルトの方が結構強いんですよね。これ結構強くて追放 OK、 結構強いっていうのを見せれそうな気がするわ。これシーベルトの効果で墓地のカードを除外できるんですよ。フリーチェーンでお互いの墓地のカードをね、3枚までで打点を、除外した数かける200ポイントアップするよっていう効果を持っているんですが、さあイシュタムさん、さあ2枚、捨てて、スペルビア OK、 スペルビア捨てて、で階段とか打ってくるパターンでしょこれ。階段効果チェーンこれを分からせるか、1回分からせていこう。シューベルトさんの効果発動、お互いの墓地のカードを3枚まで選択しゲームから除外していく。さあ階段対象がなくなったようですね、バクラさん。おらーおらーよし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 、強いぞ、お前すば強い強いな貴様、なかなかやるよる。親族やめろ、オッケー、親族ない、オッケー、親族ないのはでけえ。でてかだあと1枚てかだあと1枚になっていく。でマスティナ効果を発動したところで、おらーおらー、打天使ガンメタスタイル、おっぱいガンメスタイル来た。これ何もできてない、これ相手何もできてない、あっぷれ。オッケーで、あいつバニラやからもうあいつ効果1回使ったからバニラです。アドバンス召喚、なるほど、アドバンス召喚オッケーで、それも効果使えない、セット破壊されてやオッケーで、毒槽セットされてっから後続は整えられる。毒槽発動、毒槽の効果、フィールド上にモンスターが存在しない場合デッキより幻想モンスター一体を特殊召喚できる。そしてソプラノが特殊召喚された場合の効果発動、墓地の幻想モンスター一体を手札に回収できるぜ。もう一回女子会していきましょう、女子会していこう、特殊召喚、おらーおらー勝利の導き手クライア効果、打点が攻守500ずつアップ、おらーつつえー遊戯王。さあお相手の方、闇遊戯選手よろしくお願いします。デュエル3枚、デュエル、これバランスだとそこそこ初手安定しますね。バランスだとね結構そこそこ初手安定する。で融合順位生物、融合順位生物幻想をして女子会開いてシューブで特殊化していく。オッケーで、カードを1枚セット、もう1枚セット、ターン終了。さあコスミックサイクロンがあるかどうか、チェックしていきたいと思います。あーこれありそう、あーこれあるわ、これあるわ、これあるか、あるあるは使った方がいいか、あでもそれ先か、それ先なんだったらまだいいか。コスミックサイクロンいきなりぶち込まれるとね、これタイミング逃すんですよソプラノさん。まだいいか、これ使わないんじゃね、まだコスミックサイクロン。これやったってこと温存か、温存パターンか、あ使う感じ、やばい、ちょっと待って、真ん中やめて、やばい、使ってくれよかった、まずいコツさえに怯える、あそっちはないっすよ、危ねえ、今使ったわかったっすよ多分ね。今ねそのわけです、コズミックサイクロンがあるって分かったんだったら多分使ったわいいかな。タイミング逃すんですよね、チェーン2で発動すると結集を。モーレフさんね、モーレフおじさん来た、マジでねそれがきついんだよね一番。結集の効果で墓地のソプラノを特殊召喚すると墓地のソナタを回収するよって思ってるんですけど、あれタイミング逃すんですよ。なんか知んねえけどさ、アーク5事件のものだってさ、タイミング逃すとかいうさ概念つけてるのやめろよ。モーレクスおじさんの効果、なるほど、あ手札捨てちゃうんだ、なるほど、裏にするけど別にそれ裏にしたところでなんか何も起きないけどね。それこれ一回使った方がいいんか、
シューベルト効果使っといた方がいいね。シューベルト効果使ってで2枚除外してで墓地から炎属性を消していく。でこれでプルガトリオは出せない。まだねリンクスにメルカバーはいませんのでまだね光属性を吸われるってことはありません。あぶねーセーフ。でいつもの結集発動、墓地の幻想モンスター一体を特殊召喚できるぜ。魔法使い族を選択し魔法使い族を特殊召喚、そしてソプラノさんの効果発動、墓地のそのあたを手札に回収していく。しゃあオッケー。であとはチェーンがあるかどうかその件チェックしてない。オッケー勝ち勝ち。ういうい、俺カードを一番セット、バトル。何が召喚獣じゃバカタレが、何が召喚獣じゃ。環境トップデッキ使って生きるのもいい加減に仕上がれ。どっか行けおじさん、俺の世界から消え失せろ。おらー、環境トップデッキ使って勝ってるなんて当たり前なんだよ。幻想マジなめんな。さあお相手の方、海馬もぐま選手よろしくお願いします。デュエルスタンバイ、デュエル。カードを1枚セット、カードを1枚セット、ターン終了だこういうことはありますね。こういうことはたまにあります。ソラタだけ来ちゃうとかね、ソプラノだけ来ちゃうっていうね、かわいいよなこいつら。すぐねなんか仲間でね集まりたがるんですよね。女子ってほらあれでしょ、結構あの集合 したりするでしょ。一緒にトイレ行くみたいな、一緒にトイレまで一緒に行っちゃうみたいなパターンあるじゃないですか。でなんでカッポベース、なんでなんで、しかもなんか表決めてんのこいつ、ふざけんなよ。なんでだよ、なんでこのデッキ、なんだよこのデッキ。あ、分かった、バブルマンだこれ、アバヨバブルマンだこれ多分、このアバヨバブルマンじゃねえこれ。出た出た出ましたこれ、セットセット、オッケー。事故れ事故れ、カップ初手カップ表ガチで腹立つわ、ガチ腹立つわあれ、マジ腹立つわあれ。しかもあれ裏出てたら絶対サレンダーだぜ、裏出てたら絶対サレンダーしてんだぜ。もし腹立つわーこいつ、腹立つのにまである。でセットはしていいよな、セットしていい。でバトルでコズミックサイクロンはこれ大事にしていこう、コズミックサイクロンはこれ大事にした方がいい。俺あのライフ削るとなんかバーンダメージを知る可能性がある。ちょ落ち着いて一回、ちょ落ち着こう。海馬くん、モクマさん、でもゴブリンね、はい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 、オッケーオッケーオッケー。ダリダリダルダル雷鳴、やべえから入ってんじゃん。なにこれ、どういうこと、俺これ死ぬのこれ、俺平野の放殺、え俺死ぬの俺、革命は打たない。なるほどね、確かに手札ねえからだ今。ターン終了、いけるぞ、オッケー。なんだこいつ、なんだよこいつ、ほらあーあーうっとうしい、くそうっとうしい。モンスター引けねえ俺も俺だな、モンスター引けねえ俺も俺だ。うわーガチで鬱陶しいわ、ガチで鬱陶しい。ちょっとサレンダーしろもう、はぁやべえんだけど、なんだろうあの一枚、あの一枚何あれ、バブルマン、うわーきめえきめえ。ツドローはいいわ、ツドローはええわ。事故れ事故れ、ファイヤーボール、いやーマジか、ファイヤーボールあと1700で天よりの放殺、やばい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 、あと1200、あと1200、あーちょっと待ってー、くっつえーつっつえー、ファイヤーボールやばい、負けるまずいやばい、あつえーあーいってー、やばい残り400、まずい、耐えろ耐えろ。でアバヨアバヨで回収したバブルマン出てくる、でツーブローしていく、まずい、これは非常に非常にまずい。くっくっ、あれ300だ、あれ300だ、大丈夫だ、やばい終わったか、なんだこいつ、これだけダメージ与える、狡猾じゃないこれ、これ狡猾じゃないこれ、これ狡猾では、あえ？奇跡起きた！奇跡起きた！